ここはですね、座銀です。座銀。まあ、ちょっとね、銀座の分かりやすいなんかトレードマークあんのかなと思って、まあ、ちょっとね、銀座よく分かんないですね。まあ、写真、今インスタグラムの写真をこう撮ってたんですけど、まあ、これ銀座の公園ですかね。はい、銀座の公園です。まあ、分かる人には分かるかな。銀座の、銀座5の近くにある公園です。ただちょっとね、撮影ミスってここめっちゃ蚊がいますね。めちゃくちゃ蚊がいる。ちょっとね、失敗しましたね。ちょっとね、ちょっと蚊に負けず、雨にも負けず、蚊にも負けず頑張っていきたいと思います。で、今回その銀座に来た理由は、まあ、ちょっとね、インスタグラムの写真を撮りに、まあ、このインスタグラムのね、ちょっとテクニックをちょっと後半お伝えするんですけど、まあ、もう一つ理由があって、あのこの前ですね、お客さんとこのセッションしてたんですよ。で、セッションしてたら、なんか吉田さん全く関係ないんですけど、なんかその Mac のパソコンのなんか重いんですよみたいな、なんかパソコンのその不具合に関して、まあ、相談を受けたんですよ。いや、僕あのパソコン修理屋さんじゃないですかね。僕あのパソコン修理屋ではないので、すいませんと。あ、この前僕あの Mac の新宿のアップルストア行ったんで、その方新宿に住んでるんで、あのアップルストア新宿ありますよみたいな、言ってくればいいじゃないですかって。アップルストアってね、あのめっちゃスタッフさん20人ぐらいいるんですよ。で、なんか全部対応してくれるんですけど、アップルストアの新宿行けばいいじゃないですかって。新宿っすかみたいな。で、そのお客さんが、いや新宿みたいな、いや、あのアップルストアは銀座ですよみたいな。あ、銀座ですか、じゃあ銀座行けばいいんじゃないですかってそう、だから新宿はダメっぽいですね。だから僕も行ったんですけど、新宿のアップルストア行ったんですけど、なんかね、混んでたっぽくて、まあしらわれたというか、うん、まあ結論は予約が取れなかったんですね。もういっぱいですみたいな。やべ、蚊がいる、蚊にも負けず。まあそんな話で、そのね、新宿にもアップルストアがあって、銀座にもアップルストアがあって、まあ写真も撮ってきましたけど、アップルストア一緒じゃないですか。でも場所によって対応が違うのかな。まあ銀座来れば分かると思うんですけど、銀座の街並みって建物がちょっと銀座ザギンっぽいんですよね。なんかその街並みあるじゃないですか、街並み、銀座ブランディングみたいな。だからその街並みを壊さない綺麗な感じで建物が建ってるんですけど、まあそこで働くスタッフさんも、まあその銀座クオリティなのかな、ザギンクオリティなのか分かんないですけど、僕銀座のアップルストア入ったことないんで分かんないですけど、僕渋谷と新宿、基本渋谷っすね。そう、まあ渋谷も普通に対応してくれますけどね。人渋谷めっちゃいますね。そう、でこっから、まあ、何が伝えたいのかっていうと、要はね、同じね、あのアップルストアでもね、そのお客さんにとっては、いや銀座です、ザギンですみたいな。で僕からすると、別にね、パソコンの直せればいいわけじゃないですか。目的はどうですか、パソコンが直せればいいと思うんで、見てもらえればいいわけじゃないですか、どこでもいいわけじゃないですか。でもそのお客さんからすると、まあそのザギンの方が、いやザギンですよみたいなね、なんかその目的ザギンみたいな、要はなんだろうね、どこを選ぶかって話ですよ。僕はね、まあ、どこでもいいと思うんですよ。要はその自分の目的が達成できればどこでもいいと思うんですけど、結構ね、そのこだわりがある人が多いかなっていう。で僕も確かに、まあこうは言ってますけど、例えば同じ吉牛でもね、同じ吉牛でも、まあ、店員さんがいいとこの吉牛食べるのか、それとも接客超悪い吉牛で食べるのか、まあ、どちらかというと接客がね、いい吉牛で食べたいじゃないですか。どちらかというと、よっしゃっせーみたいな、波盛りっすかみたいなっていう、まあそんな吉牛ないと思いますけど、まあどちらかというとね、接客がいいところ入りたいと思うんですよ。うん、ここから何話すの、まあその何を選ぶかってことですねちょっとね、うまく話せなかったまあ結論、何を選ぶかって話です。いっぱいそのありますよねみたいな、いっぱいありますよね。うん、で何をまず選ぶ、まあステップ1、何を選ぶかです。いっぱいものは、いっぱいそのアップルストアでも、東京でいろんな、僕が知ってる渋谷新宿、銀座、ザギン、他
他にも何店舗あると思うんですけど、まあどこを選びますかみたいな、ね、どこを選びますか。でもう一つは目的は達成できますか、うん、どこを選ぶのか、そして目的は達成できますかって、この2点ですね、はい、で、まあ、今回商品を販売するわけじゃないですか。だからどこを選ぶのか、誰から買うのかっていう、吉谷を選ぶのか、それとも他の人を選ぶのか、まあ、ここが言いたかっただけなんですよね。どこを選ぶのかっていう。でその選ぶところを間違えると、まあまあまあ、とんでもないところになるよって、うん、例えばなんだろうな、じゃあ僕がですね、僕から買ってねサポートしませんみたいなね、ありえると思います。まあ今回ジョイントなんで、基本的に分かんないことがあった場合は大学生に質問をしていただくことになるんですけど、もし仮にね大学生が逃げたみたいなね、まあ、ぶん殴りに行きますね。まあまあその大学生の子はね僕の塾生さんで、まあ僕は信頼してるんですけど、まあ分かんないですからね、人はどうなるか、まあ、信頼は絶大な信頼はしてますよ。僕のマインドセットがもう注入されてるので多分大丈夫だと思うんですけど、ちゃんとサポートねしてくれると思いますけど、万が一その大学生がね、例えば不良の事故に遭いましたとかねなった場合、僕もサポートできますから。だから僕がね逃げるってことはありえると思います。まあ、これからも動画続けてますし、サポート来たらね動画ワン動画撮ってますね。だから他のとこから買った場合、これねなんだろう、金張って逃げるみたいなね、そういう人もいるわけじゃないですか。だからねどうせ買うんだったら、まあ逃げない人から買った方がまあいいんじゃないかなと、まあ、それを伝えたいね。どうせ買うならですよ。でどうせ買うならで、これは今度は買わない人にメッセージなんですけど、買わない人にね、買わない人にメッセージなんですけど、目的が達成できれば、例えば今回は月5万円を稼ぎましょうっていうのがコンセプトなんですよ。だから目的が達成できる、要は月5万円自分で稼げるようになるんであるならば、別に買わなくてもいいわけじゃないですか、ね、無料の、講義だったりとか無料のコンテンツ無限にありますよ。だから別に商品買わなくても一人で誰にも頼らず商品も買わず教材も買わず、まあ、YouTube はね無料でいっぱいありますから、動画とかサイトとか YouTube とか見て無料で、全部無料で見て自分の目的月5万稼げるようになるんであるならば、別に教材を買う必要はないです。そうですね、目的が達成できればいいわけじゃないですか、うん、で、まあ、お伝えしたいのが、一人でこんだけ情報があって無料で学べるっていう環境があって一人でね稼ぐことが未だにできない、さらに月5万、ここの壁をね越えられない方多いんです。実はこんだけね、僕ねネットめっちゃずっと15年やってますけど、昔に比べると有料の情報商材でね3万とか4万で売られてたレベルのものが今無料でガンガン出てますからね、 YouTube でね、かいいな。だから本気でやれば今はね成功できるんですよ。だって学べるものが無料で学べるわけじゃないですか。まあ、ちょっとネット回線はね、すみません、ネット回線代かかるやんとかね、それは、汲み取ってください。まあでもね、東京来たらすごいですよ。フリー Wi-Fi、なんか Mac 広げるじゃないですか。Mac 広げると Wi-Fi みたいな。Wi-Fi の拾うんですけど、ふわーみたいな。えみたいな。いや、30個ぐらい電波飛んでますからね。いや、マジですごいですよ、東京。東京で Mac 広くと電波30個ぐらい拾うからね。いや、ありすぎやろみたいな。どんだけ電波や Wi-Fi 飛んでたみたいなね。いや、あれはやめてほしいですね。だからもう面、なんかね、ありすぎて固まって、僕ね、さっき、ルノアールでやってたんですけど、30個ぐらいブワー来て、固まっちゃって、もう Wi-Fi 切って、USB で行きました。iPhone の USB デザリングで。まあ、それは置いといて。だから一人でね稼げる自信があるんだったら一人でやってください。買う必要一切ないです。一切ないです、うん、なんで一人でね5万稼げるよ。いやいや、下にさんたかが5万っすか、余裕っすよみたいな。何5万で偉そうに言ってんすか、余裕で5万稼げますみたいな。まあ一人で余裕で5万稼げますよっていう人は余裕で稼いでください。で今回は一人でできない人です。いや吉谷さん、やっぱ一人でなかなかできないでしょうっていう人のためにですね、トップバズフォーミュラでございますよ。トップバズフォーミュラ、このコミュニティをご案内させていただきます。でここのコミュニティに入ればまず一人じゃないですよね、講師がつきます。
はい、あの大学生の子なんですね。でこの大学生の子から教わって結果が出てない人が今のところいません。まあ、これは事後報告なんで報告が全くない人は分かんないですよ。まあ、大学生のもとに、商品買った人で、こんな結果、ほうれん草がある人、ほうれん草がある人は全員結果が出てます。稼げないっていう人はゼロです。ほうれん草がある人です。ほうれん草がない人は分かんないです。僕も分かんないですから、うん、だからまあその大学生の子からね教わって結果が出てないっていう人は未だ一人もいないと。ほうれん草をいただいてる方の中では、まあ、全員結果が出てると。であとはトップバスに関してはまあ、ルールが変わって稼ぎづらいんじゃないかなって言ってる中でも結果出してますので、だからその、まあ、既存のあとトップバスやってるけどなかなかうまくいかないっていう人ですね。まあ、この人も、まあ、あのトップバスフォーミュラに入ると何かヒントだったり、まあ、すでにやってるんで、まあ、やり方わかると思うんですけど、まあ、トップバスフォーミュラに入ってその、どういう考え方で大学生がリサーチしてるのかとか、まあ、どういうふうにやってるのかっていうのを知れるんで、あ、なるほどねっていうヒントをもらえるかなっていうところですね。まあ、あとはね、まあ、アドバイスもらえるところが強いですよね。例えば自分のこんな感じの、例えばね今あのトップバズフォーミュラで習ってこんな感じで運用してるんですけど、これなんで悪いですかねみたいな、あ、そこはこうやった方がいいんじゃないですかっていうアドバイスもらえるんですよ。わかります？一人じゃ無理ですよね。一人だとどこが悪いのかわかんないですか、どこが悪いのか。例えば一人でね払いてみたいな、ね、払いてみたいな、それがなんか胃潰炎なのか、胃潰、なんか電気するな、胃潰炎なのか胃腸炎なのかわかんないですけど、何が原因でお腹が痛いのかってわかんないですよね。でも先生で病院で診断してもらうと、あ、これはこういう病気ですよみたいなね、診断して、あ、じゃあ治療しましょうかってなるわけじゃないですか。だから先生がいた方がそれ、なぜ自分がどこが悪いのか、何を改善すればいいのか、どこが欠けてるのかっていうのがやっぱあのアドバイスもらえるっていうのが一人より先生がついた方が強いですね、うん、なんでまあトップバズフォーミュラね、あの一人で稼げない、まだ月5万すら稼げてないっていう方は、あ、トップバズフォーミュラ、あ、そうそう、であとはですね、これ余談なんですけど、まあインスタ最近僕やってるんですよ、またちょいちょい。で今6200フォロワーぐらいですかね、はい、でまあちょっと今年1万ぐらいちょっと目指そうかなという、またちょっと始めたんですけど、この前もね、1万目指そうっつってやったんですけど、途中でね、めんどくさくなっちゃってやめて、またやってます。僕は YouTube はやってますから、そう、全部やめてるわけじゃなくて、基本的に YouTube ばっかやってたんですけど、まあ、ちょっと違う媒体もね、いかないと、あとそう、一眼ですよ。一眼レフ、これ一眼で撮ってますけど、一眼レフ持ってるけども、使ってねえな、みたいな、あんまり。使わないといけないな。まあ、せっかく持ってるのに使わないっていうね、もったいないじゃないですか。で、まあ、その、まあ、銀座に来てね、よし、インスタの写真撮ろうみたいな。で、銀座って、その、銀座のその、何丁目とか、その、大通りみたいのがあるんですけど、そこを歩くと、すごいんですよ。まあ、ヴィトンとか、フェンディとか、シャネルとか、なんかその、ブランド、めちゃくちゃブランドあるんですよ。めちゃくちゃブランドあるんですね。僕建物撮ってたんですけど、まあおしゃれなんですよ、しかも銀座って建物が。でね、これよくないですか、たった0円でそのハッシュタグ使えるんですよ。自分買わなくてもいいっていう、僕ブランドに興味ないんですけど、ブランドには興味ないけどアクセスを集めることには興味あるんで、わかります？ブランド買わなくてもブランドのハッシュタグがいけます、銀座に来ると。超あのせこい人間ですけど、だからあのブランドめっちゃあるんで、ブランドのハッシュタグ全部つけたろうかなみたいな。だから結構撮ってたんですけど、どうすかね、なんかほとんどの人がバッグ買いましたとかね、よくあのなんかその まずそのインスタグラムでお金系やってる人はまず肉、そしてヴィトンとかバッグ、財布とかね、肉、ひたすら肉、あとね、もうってんの、そんな肉食うなみたいな。あとあのバックですよね、女子のバイナリーアカウントですね、女子のバイナリーアカウント、偽アカウントはもうひたすらなんかあのあれなんでその、いやさすがにこれ、いやちょっとインスタやってないと分かんないと思いますけど、どうかなみたいな、いややっぱ騙される人やっぱ騙されるのかなみたいな、
全部一緒なんですよ。もう絶対韓国のどっかの女取ってきただろうみたいな、絶対あれ韓国ですよ、絶対韓国人、絶対韓国人のどっかあの画像検索で拾ってきたやつを全部ババってやって、ちょっと可愛いぜみたいな、可愛いし美人だし稼いでるぜみたいな、全部一緒やからね。あれうまく集客できてんのかな、どうなんすかね。僕はまあでもああいう人に引っかかる人が金払うんでしょうね、逆に分かりやすい方がいいのかな、多分まああれに引っかかる人がお金払うと思うんで、まあいいんじゃないですか、まあまあまあそういう風なやり方でやってる人非常に多いですよ。でまあハッシュタグでね、あまあそういうブランドのやつとか入れたりとかねしてますから。であとねなんかね、なんかブランドのバッグとかなのにラーメンとかハッシュタグ入れてる人いるんですよ、ふざけんな人だからラーメンで検索していきなりなんかブランドもん出てくるみたいな、まあ、ラーメンなんも入っとらんやん自分みたいなね、まあ、ハッシュタグ詐欺ですからね、ハッシュタグ詐欺、完全なるハッシュタグ詐欺ですよ。僕やんないですよ。だってね、写真にないのにハッシュタグ入れるのって微妙じゃないですか。ちゃんとやれよ、ちゃんとやろうぜ。まあいいや、まあ余談なんですけど、インスタグラムやってる方はね、銀座来られた場合はまあいろんなブランドの建物、オシャンティなブランドの建物があるんで、それの、ね、まあ観なんだよ、外人の観光客の方も結構撮ってますね。多分日本の観光で銀座来て、でヴィトンとかそういう建物おしゃれなんで撮ってる人いますよ、うん、だからまあ物はアイディア次第ですよ。お金がなくてもですよ、別に足で行くんですよ、足で行きましょう。僕はあのね、はい、今まあこんな感じでね、一人で、はいはい、完全一人で、あのディレクター入れない、あのアシスタントディレクターがいないんで一人でやってますけど、一人で歩いてなんだ写真撮影してますけど、足で稼げということです。金がないんだったら、まあ、金がないですよいくら稼いでも借金に消えていくからね。そう、まずはいや今年中ね、実はですね、今年来週だったかな、来週税理士さんとお会いするんですけど、ようやくね、まあ、僕もちょっと目処が立ちつつあるので、ちょっと会社をね設立しようかなと思って、まあ、会社設立するとまた会社設立で30、40かかるからね、会社設立税理士に丸投げすると30ぐらいかかると思うんで、だから来週だったかな、再来週か税理士さんとお会いするんですけど、いやその会社設立費用も稼がないといけないわけですよ。あとね、僕は借金が銀行だけなんですよ。銀行一社、この銀行一社を返済すれば借金ゼロ。もう消費者金融3社か4社は今年の3月で返済しました。頑張りました。あとは銀行ですね。だからね、借金がある状態で僕ね会社作りたくないですよね。どうですか、借金がある状態で会社作りたくないですよね、あんまり。だから結構頑張ってきたんですけどね、この2年半以上か、まあ今年の10月で3年になりますけど、まあ会社設立しなかったのは借金があったんで、借金がある状態で会社作るのってどうなんだろう。やっぱさすがにそのね、あと資本金もちょっと入れないといけない。だから資本金ね、僕ね100円とかにしようかなみたいな、100円みたいな資本金、多分株式会社作るの、まあゼリーさんとお話ししてみますけど、多分1円で作れると思うんですよね。でもなんか資本金をある程度入れてた方が銀行からの融資を受けやすいみたいな話も聞いたような気がするんで、まあそれはちょっと税理士さんに聞きますけど、多分今は株式会社作るのに1円でも作れるような気がします。まあそれは税理士さんに丸投げするんで、ね、まあそんな感じでね、頑張りましょう。僕も頑張りますよ。で一人でね稼げないっていう方は、今回のトップバスフォーミュラー、まあ、通常のコミュニティは大体30万、40万、50万、60万、僕のドリームアカデミアは60万です。はい、そして今回のトップバズフォーミュラいくらなんでしょう。はい、いやー今回はね、ねやばいっすよ。多分この僕のバリューで販売できる人は多分いないっすね。
あとはオファーだったりとか、あとセールスレターも今ちょっと書いてますけど、いいセールスレターになるんじゃないかなと思います、まあその価格もね、発表しますんで、はい、そのセールスレターで価格も書いてきますので、多分まあ今回見逃したらもう一生入れないですね。今回を見逃すと一生入れない価格、そして内容です、ね、まあリスクはないです。もはや入らない方がリスクなんじゃないかなと。あ、入らない方がリスクだし、やらないことがリスクですね。まあ入ってもやらなければリスクですよ。もう一度言いますね。入っても入らないことがリスクだし、入ってもやらないことがリスクです。買わなかったとしてもやらないことがリスクです。だから全部リスクです。やらなければ。結局買ってもやらないと意味ないですからね。うん。でもやる人や、もしやるっていうことを決めてるんだったらリスクはないです。リスクはないです。やることを決めててやるんだったら、ちゃんと1日30分は時間取ってやるっていうことを決めていただけるんだったらリスクはないです。1日30分ですよ。うん。1日30分やるっていうね、あの時間取ってやるっていうことを決めていただければリスクはないです。本当にない。まあでも1日30分はねやりたいですよね。やりたいとか、そう、これぐらいはやっぱ時間作らないとね。ネットビジネスが稼ぎたいって言ってね、1日30分もやっぱ作業を取れないってなるとちょっと難しいですね。申し訳ないですけど、僕も稼げるようになった理由って何かっていうと、やっぱりその覚える時間だったりとか、圧倒的な時間をそこに注いできたってことなんですよ。圧倒的な時間をそこに注いできた。うん。なんかね、天才とかだったらですよ、天才とかだったらなんかちょっとやって覚えられるかもしれないですよ。フロントエンド、バックエンド、あ、 SNS の集客、うん、なるほどね、あ、余裕みたいな、パッパッパッパーンみたいな、あ、もうこんなプログラム作っちゃえばいいんじゃねみたいな、でプログラムブブブってコースソースコード書いて、あ、これ自動で回してアクセス来て、あ、ステップメール、あ、ステップメール、あの外注にやらしとけばいいんじゃねみたいな、あ、やっといてみたいな。どうですか。もうプログラムで組んでアクセス自動で集めて、もうすごい凄腕のコピーライティングライターに書かせるみたいなね。多分天才って多分ね、自分でやんないんで人に任せ、あ、人に任せるかな、どうなんだろう。自分で習得するより最短でやるんだったら、もうすでに習得してる人を使った方が最短じゃないですか。多分本当に頭がいい人は自分で習得するよりかは、もうすでに習得した、何十年もかけて習得した人にやらせるっていうことをやると思います。だってそれが一番頭良くないですか。早く行くんだったらそれが一番ですよね。例えばコピーライティングをね、今から勉強して一人でやるって言ったら何年かかるか分かんないですよ。僕10年以上やりましたけど、セールストークをね自分でやる、え、どうすか、喋れます、自分でやります。ただもうだからね、例えばテレビショッピングでも、もう すでに何千万何億売れる人、例えばジャパネット高田社長さん、もう引退しちゃいましたけど、すいません、ジャパネット高田の社長と、うちのテレビちょっと出てくれませんかって、でしょみたいなね、なんでなん、ジャパネット高田社長が出れば売れるでしょ、ね、知名度もあるし、もうブランディングできてるし、あの面白いし、売れる、多分売れます。でもね、全く知らない人のね、新人のね、テレビショッピングの来た人がやってもね、きつかったりするじゃないですか。だから自分でやるか人にやらせるかしかないですから、あとはまあプログラム組んで、ロボットにやらせるか、だからロボットにやらせるか自分でやるか人にやらせるか、この3つしかないです、大体は、うん、で、どうしますか。お金がないんだったら足で稼ぎましょう。お金がないんだったら今回の突発フォーミュラもう最安値でいきますから。お金がない人はもうここに入らないと、他のね30万とか40万もしくはドリームアカデミーは60万ですよ。入りますか。30万大体本当にあのコミュニティとか塾のベースは30万ですから、ね、ベースはどこも。ただ今回は非常にリーズナブルで、まあ多分社会人の方だったら、まあ頑張れば誰でも入れるんじゃないかなと思います。誰でも入れると思います。社会人の方であるならば、ちゃんと給料もらって、貯金全部、貯金ね1円もせずね、なんか全部使っちゃう人は無理ですよ。だって貯金ないじゃないですか。それは申し訳ないです、無理です。社会人になっても全部給料使っちゃうみたいな、それは買えないですね。だって給料お金ないじゃないですか。まあ、あ、クレジットカードはいけるな。お金がなくてもクレジットカード決済もあるんで、あ、大丈夫です。今月のお金がなくても来月の給料分でなんとかするっていうのもあります。ただ、まあ、なんとかなる金額かなっていう感じですね。まあ、価格発表に関しては30、31のセールスレターでご案内するところで書きますんで、はい。
価格も多分まあ他の人が出せない金額かなと思いますね、うん、はい、ということで、いよいよですね、そろそろ販売しますんで、興味ある方は LINE アットの方に登録しておいてください。 LINE アットの方で全部流します。はい、ではありがとうございました。